小田急バス、小田急バス株式会社、小田急バスは、東京都及び神奈川県で路線バスを運行する小田急電鉄グループ、小田急グループの会社である。本社は、東京都調布市千川町2丁目19番地方に存在する。路線バスの運行エリアは、武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市を中心とする東京北多摩南部、東京23区内では、 世田谷区、渋谷区、南多摩地区では、稲城市、町田市、神奈川県内では、川崎市北部、多摩区、麻生区及び、横浜市北部、青葉区などに及ぶ。主要なターミナル駅は、吉祥寺駅、三鷹駅、調布駅、新百合ヶ丘駅など。また高速バス、空港連絡バスの運行や、沿線自治体から委託を受け、コミュニティバスの運行なども行っている。 主な事業は路線バスの運行である。6つの営業所に512台のバスを持ち、蒸気地域における一般路線バスの運行に最も多くの車両を割いているほか、空港リムジンバスの運行にも参入している。観光バスの営業規模は小さく、現在は子会社の小田急シティバスが担当している。バス事業以外に副業として住宅、オフィスビル、 駐車場の賃貸や分譲などを行っている。ガソリンスタンドの営業も行っていたが、2014年10月31日をもって全店が閉店した。本社は当初、新宿に置かれたが、1990年代に移転し、現在は調布市線側のバスターミナルに隣接した場所にある。本社ビルの1階には、同社が運営していたガソリンスタンド跡に入居した。 エネオスのガソリンスタンドがある。近年はコミュニティバスの運行住宅にも力を入れており、平成15年10月、国土交通省から国土交通特別大臣賞を受賞した。グループ会社として、小田急シティバス、立川バス、タクシー事業者の川崎交通産業や新立川交通などがある。口実する歴史の通り、当社の前身は、 現在の武蔵野市、三鷹市、及び、調布市を基盤としていた、武蔵野乗り合い自動車という会社であり、もともと小田急電鉄とは、無関係の事業者だった、もっとも路線が調布から矢野口、黒川を経て、柿尾駅まで達してはいた。一方、戦後新発足した、小田急電鉄は直営のバス部門を持たず、参加会社となった、神ン中の路線も当時は鶴川止まりで、 東京都近郊区間での沿線バス路線開設が宿願となっていた。そのため、小田急が当時国際工業参加だった、武蔵野乗り合いを買収することにより、現在の小田急バスが発足した。このような遠隔を持つため、当社は小田急電鉄沿線ではない武蔵野、三鷹、調布地区に路線基盤を有しているのである。なお小田急グループ全体としては、 小田急電鉄沿線に、以下の事業者が路線を有している。小田急バスの始まりは、昭和初期に遡る。東京はかさかに本社を置いていた安全自動車が、吉祥寺野崎調布館の路線を運営していた。しかし、当時の北多摩地区はまだ人口も少なく、経営状態は良くなかった。そこに、長野県出身の小玉栄一が着目し、小藤慶太の助言を受けた上で、 安全自動車を買収し、1932年、昭和7年6月に、武蔵野乗り合い自動車を設立することとなった。武蔵野乗り合い自動車の創業当時の路線は、調布三鷹天文台武蔵境と、調布吉祥寺の二両線であったが、人口が少ないこともあり、安全自動車と同様経営は苦しかった。また、安全自動車から買収した資機材による運行のため、 車両等の老朽化等による故障にも苦しめられた。1937年、昭和12年には本社を吉祥寺駅南口に移転し、合わせて吉祥寺野崎、武蔵境野崎の二路線の営業を開始することとなった。戦時体制に入るにつれて武蔵野乗り合い自動車でも戦時輸送が大きな割合を占めていくこととなる。沿線には 中島飛行機、富士重工、日本無線、正田製作所、日産自動車など、軍需工場が設置されており、工場への従業員輸送が多く発生した。このような、戦時体制の中で、陸上交通事業調整法の交付により、バス事業者は極力統合される方向となり、武蔵野乗り合い自動車が運行を行っていた、東京西部地域は、東京急行電鉄、 いわゆる大東急として統合される方針であった。しかし、武蔵野乗り合い自動車はこれらに統合されることなく、引き続き輸送に当たることとなった。上記の軍需工場等の空襲等で、沿線地域は、ある程度被害を受けたものの、武蔵野乗り合い自動車がのバス路線は、ほぼ無被害であった。しかし、戦争中からの物資不足等の影響により、保有する車両の整備等も、 ままならず、実質的には運行できる状況ではなかった。この後、終戦直後の1946年、昭和21年以降、順次運転を再開していくこととなるが、増資等による車両の購入等を進め、運行を行う体制は徐々に整っていくものの、営業収支は厳しい状況が続いた。百四十九年、昭和十四年には、東京急行電鉄から、 東都乗り合い自動車他を買収した国際工業から武蔵野乗り合い自動車に対しても買収を行いたいとの話が持ち込まれ同年8月に武蔵野乗り合い自動車は国際工業参加のバス事業者となった借金等は国際工業が肩代わりし身軽になったものの経営状態は相変わらず厳しいものであった一方1948年昭和23年に 東京急行電鉄から分離した小田急電鉄は神奈川中央交通を参加にしたものの自社でバス事業を保有しておらず自社線への乗客輸送等を他社が行うバス事業に頼らざるを得ない状況となっていたこのような状況を打開すべく小田急電鉄は直営バス事業の新規免許取得を目指していたが復興優先の状況の中では認められない状況であった そこで、小田急電鉄は、悲願の直営バス事業を得るために、既存事業者の買収を図ることとなった。武蔵野乗り合い自動車の株主であった、国際工業との意見の一致を見たことにより、小田急電鉄は、1950年、昭和25年8月17日に、武蔵野乗り合い自動車を買収した。同年9月1日に称号を変更し、ここに小田急バスが誕生した。 小田急バス発足時の体制は以下の通りであった。小田急バスとして発足して以降大きく路線の拡充を図ることとなる。1950年昭和25年に新宿三県茶屋三県茶屋線や新川共同等の運行を開始した。また当該地域は他のバス会社による路線が多く設定されており、 小田急バスがさらなる運行をする余地はなかったが、東京急行電鉄との交渉の末、渋谷駅成城学園前駅や、千歳カ山駅成城学園前駅間の路線の譲渡を受けることとなった。1950年代後半以降、小田急沿線や小田急バスの営業エリアは、急速に宅地化が進展し、駅などへの輸送需要が発生し、新設路線や、 既存路線の延長が相次ぐこととなった。1960年、昭和35年に入ると、宅地化の進展により、営業エリアを拡大することとなった。一方で、都内においては、モータリゼーションの進展とともに、道路状況の悪化が進み、バスの運行の停止性が失われ、乗客減を招くとともに、運賃改定がなかなか認められず、経営状況は苦しくなっていった。 このような状況下において、経営改善を図るため、省力化を図ることとなり、1960年以降、ワンマン化が推し進められることとなった。東京都内においても、主要幹線道路から離れている場所等では、公共交通機関が不便な地域が残り、これらを解消することが、地方自治体の一つの課題となってきていた。このため、 1990年以降地方自治体によるコミュニティバスの導入が増えてくるようになる。一方で自治体にとっては運営のノウハウを持っていないため、実務はバス事業者に委託する形を取ることが多かった。小田急バスのエリアの三鷹市、1998年、平成10年、三鷹、シティバス、世田谷区、2001年、平成13年、武蔵野市。 2000年、平成12年、ムーバスにおいて、コミュニティバスの運行が開始され、これらの運行を、小田急バスが受託することとなった。その後も、前述自治体での追加路線や町田市、たまちゃん、バス、調布市、調布市ミニバス、稲城市、アイバス、小前市、小間バス等の運行を受託していくこととなった。1991年、平成3年をピークとして、 小田急バスの輸送人員は減少傾向に陥った。また、一方で人件費等の費用は大きく減少せず、抜本的な改善が求められるようになった。一方で、道路運送法に定められた一般乗り合いバス事業の管理の受委託が1991年、平成3年に解禁されており、小田急バス直営では経営的に問題のある路線を 運営費用が安い別会社に委託することにより、収支改善を図ることが可能となっていた。これらの状況を踏まえ、2000年、平成12年2月に子会社として、小田急バス若林営業所内に小田急シティバスを設立するに至った。この後、小田急バスは、同年8月から高速バス倉敷線を小田急シティバスに移管した。また、2001年、 平成13年1月には、下61系統、北沢タウンホール駒沢立橋、同年5月には渋54系統、梅ヶ丘駅北口渋谷駅、同年11月には梅レイチ系統及び都市22系統、梅ヶ丘駅北口千歳船橋駅、希望ヶ丘団地及び新宿ランド線、新宿駅西口から、読売ランドの、計4路線を、 小田急式バスに運行委託することとなった。また、2000年、平成12年以降に実施されたバス事業の規制緩和に伴い、貸切事業者等による都市間、ツアーバスの運行が開始され、運賃の低廉化が進んだ。小田急バスが運行する高速バスも、この影響を受けることとなり、乗客が減少傾向となった。様々な合理化方策やサービスの改善。 女性専用車両の導入等を行ったものの、収支は極めて厳しい状況であった。このため、2002年、平成14年4月に小田急バスが当時、運行していた高速バス全路線、秋田線、広島線、三原線、岐阜線、高知線を小田急シティバスへ移管した。営業所名後ろの括弧内の英字は営業所を略記する際の記号。 一部のコミュニティバス用の小型車とハイブリッド車は日野自動車製が配置されているが、ほとんどの車種が椅子自動車、J バス製、または三菱不走トラックバス製である。路線バスの車両は大型車が多いが、一部の営業所には中型車も投入されている。9メートル大型車、10.5メートル急中型長弱車の投入はない。過去の車両では、 三菱不装、エアロスターにおいては、三菱不装バス製造、当時、三菱自動車バス製造に一本化されるまでは、当時の三菱自動車工業名古屋製作所を終え、工場製の車体、エアロスター M を導入していた。また、いすず社においては、純正ボディ、当時、IK コーチ、いすずバス製造以外に、富士中工業化装の車両も導入していた。 1990年代まで導入の車両は富士重工ボディの方が多く、イスズキュービックの純正ボディはノンステップバスとごく一部のツーステップ車に限られていた。富士重工製ボディは、大型車は1989年、平成元年以降は 7E ボディを採用したのに対し、中型車は1994年、平成6年まで 6E ボディを採用したが、 8E ボディの車両は導入されず、イスズジャーニー系では純正ボディの車両を導入した。2000年、平成12年以降はすべて純正ボディのエルガ及び、エルガミオで導入されている。1999年、平成11年以降の新車は大部分がノンステップバスとなっており、中でもイスズエルガの占める割合がかなり大きい。特に2007年、平成19年と2008年、 平成20年の投入車は全社一鈴製であった。2009年、平成21年に PKGMPK、三菱不走バス製造仮想ノンステップ車の発売開始により、三菱不走製車両の導入が再開されている。2003年、平成15年の新車より、小田急グループマテリアルズ仕様で導入されている。これは、小田急グループ内のバス事業者7社で、 基本的な仕様を統一し、小田急グループマテリアルズが一括して調達することにより、コストダウンを図るとともに、短期間で大量の更新が行えるようになっている。同種の事例としては、名鉄グループ内のバス事業者向けに、名鉄グループ統一仕様があり、名鉄バスの他岐阜乗り合い自動車や宮城交通などに導入されている。2015年。 平成27年3月末時点で、国土交通省ノンステップバス導入率が高い事業者ベスト30全国導入比率順の第3位にランクインした。小田急バスの車番は2桁の数字と配分1桁の英字記号と3から4桁の数字からなる。例えば 18A6106 号車を例にとる。以上の法則から、 18A6106 号車は、吉祥寺営業所所属、XX18 年式の三菱製、大型一般路線車である。路線バスのボディカラーの赤いラインは情熱を表し、白いラインは清潔と忠実を表している。赤いラインの間に白いラインが引いてあるのは、情熱の中にも常に理性があることを意味する。路線バスのボディカラーは、小田急グループの立川バスと同じ。 全面の塗り分けは若干異なるであるほか、秋田県のウゴ交通や北海道の点鉄バスに似ている。ただしウゴ交通、点鉄バスはどちらも小田急グループとの資本関係はない。空港リムジンバスや貸切バスで使用される車両は、神奈川中央交通及び各間な高バスを除いて、基本的には小田急グループ各社で共通のデザインが施されており、 小田急バスのほか、小田急箱根高速バス、箱根登山バス、立川バス、神田中間港、江ノ電バス、東海バスでほぼ同一の都職となっている。小田急箱根高速バスとは、英字の綴りが同じになるが、同社は小文字、小田急、小田急バス、小田急シティバスは大文字、小田急を使っており、区別は可能である。ここ数年、江ノ電バスに、 申請配置される空港リムジンバス、定期観光バス等は独自の都職となっている。貸し切り観光バス用車は従来通り。また、観光バスリムジンバス車両と高速バス、小田急シティバスの一部には、車体に銀色の犬のレリーフが取り付けられている。この犬のシンボルマークは、元は路線車にも取り付けられていたが、1969年以降は路線車への取り付けは行っていない。 なお、この犬マークは、小田急バスの登録商標であり、本社ビルの玄関にも取り付けられている。2010年には60周年を記念して、路線バスの側面に犬マーク入りの記念ステッカーが貼り出されている。現在は、路線バス前面左上に、マスコットキャラクター、キュンタ、キャラクター参照のステッカーが貼られて様々な種類のキュンタがいる。 421号車と431号車は安全運転訓練車となっており、五条防止の観点から最初期の急塗装に復刻されている。1995年には車両のバリアフリー化の一環として中扉に自動昇降ステップを装着したニューステップバスが導入され、前面や入り口付近にニューステップバスであることを示すハートのマークが掲げられた。 路線バス車両の扉は、大型車の一部や中型車の大半を除き、中扉は、幅の広い4枚折り度を採用していたが、リフト付きバスと大半のニューステップバスは2枚折り度、初期のノンステップ車は、グライドスライドドアを採用した。ノンステップバスがほとんどになった現在は、小型車を除き中扉は引き戸になっている。さらに近年では、中扉のブザー音をチャイムに交換するとともに、 開閉ランプを設置し、既存車両への設置改造もすでに行われている。また1995年頃に接続する鉄道路線ごとに行き先表示の色を区別した色地の方向膜が試験的に導入されたことがある。しかし、緑色の地に黄色の文字など一部見づらい配色があり不評だったためか1996年後半以降は行われなくなった。 ただし、色地の方向膜はその後も一部車両に残された。現在では、他事業者と同様に LED 式行き先表示器の車が主流になっており、ほとんどの車両が LED 式行き先表示器を装備している。2016年から複数の営業所で、王子製のフルカラー LED 行き先表示器が導入開始された。 その後すべての営業所にフルカラー LED の車両が1台以上導入され、系統番号別に色分けした行き先表示が可能となっている。また、空港路線バスの新型車両にもフルカラー LED 行き先表示器が導入されている。2010年度の導入車両からスモークガラスを採用した。また同年に一部車両で釣り皮の持ち手形状を三角形に変更し、 翌二2011年度以降の導入車両から本格採用した。2011年度以降の導入車両から後輪巻き込み防止カバーを採用した。大阪シティバス、旧大阪市営バスや近鉄バスなど関西の事業者ではしばしば見られるものだが、首都圏では珍しい仕様である。2012年度の導入車両からフロントバンパー状の青色 LED。 デイライト、LED 照明を採用している。2016年度に入り、運賃箱が、作作製から、レシップ製の時期カード非対応のものに交換された。また、社内の定流署名表示機も、従来の三色 LED から、レシップ製の液晶表示機に交換され、行き先や定流署名などの多言語対応が可能になり、英語、中国語、艦隊アザ、朝鮮語、 ハングルも表示されるようになった。小田急バスでは、1995年頃まで社内外、再生工事を行っていた、P 代の大型車まで更新、中型は一部未更新が、有代車以降の再生工事は、経費節減の絡みで中止された。そのため特に有代車や、初期の KC 代車は、外販に、錆が浮いたりと老朽化が著しかった。近年では、 車両代替のペースや置き換え時期が比較的早く、すべての車両がノンステップバスになった2017年現在でも、おおむね12年から14年程度のサイクルで、経年者の置き換えが行われている。小田急バスでは、助手席補足座に中古車業者の手に渡ることが多いため、北海道から沖縄まで非常に広範囲で、元小田急車を見ることができる。 代表的な譲渡先として、秋田中央交通、宇宙交通、上鉄、北海道北見バス、広島南バス、南部バス、岩手県交通、東海バス、日本平自動車、大分バス、那覇バス、新常版交通等で活躍するほか、海外へも輸出されている。小田急バスでは、下記の各種乗車券を発行している。詳細は公式サイト、 乗車券のご案内を参照。小田急バスでは犬マークが創業時からバスの車体に取り付けるなどしてお客様に親しまれてきた。2012年9月、新たな犬のマスコットキャラクター、キュンタが誕生した。2012年には従来の犬マーク、レリーフのコンセプトを引き継いだ新たなマスコットキャラクターを制定することになり、 愛称募集キャンペーンとして2012年7月23日から8月31日まで募集を行った。名前は2012年9月21日に小田急バス公式ホームページ上で発表され、キュンタに決定。同年9月26日には、吉祥寺営業所でキュンタラッピングバスの運行を開始と同時に着ぐるみデビューした。2013年10月1日以降、 誕生一周年を記念して他の営業所でもラッピングバスの運行を開始した。キュンタのデザインコンセプトはバスに乗る人と優しく触れ合うキャラクター。お客様を待ち、目的地まで安全にご案内するキャラクター。人を温かく迎え、優しく従順に付き添ってくれる犬のイメージでキャラクター化された。キュンのラッピングバスも登場し、小田急バスのナビゲーターとして いろいろな場面で登場している。ゆるキャラグランプリにも参戦している。キュンタの着ぐるみは2015年11月以降、小田急グループ関連のイベントに出没しているが、他社のイベントでは2014年9月に開催した、トエーバス主催のイベントで初出演して、以降、トエーバス主催のイベントではゲストキャラクターとして出演している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。